今月5日、牧野原市でバスに置き去りにされた園児が死亡した事件で、県は市と協力して特別監査を実施すると発表しました。亡くなられましたお子様のご冥福をお祈り申し上げます。また、ご遺族の皆様に対しましては、心からお悔やみを申し上げるものであります。まああまりにも処方的なミスで、まあ、本来ならばあの怠ってはならないような、 事柄がなおざりにされたと川勝知事は昨日の会見で子ども園側のチェック体制の不備についてこう話した上で牧野原市とともに特別監査を実施し悲惨な事案を発生させないよう安全・安心な保育に取り組んでいきたいと述べましたこのほか、県は通園・通学バスを持っている県内の幼稚園や特別支援学校などおよそ250校について 一斉点検を行うことを発表しました。